野口義弘は日本の教育者。国語や道徳の授業名人と称され、模擬授業の名付け親としても著名。専門分野は国語教育、道徳教育、家庭教育、幼児教育。現在、植草学園大学発達教育学部名誉教授、日本教育技術学会名誉会長、日本言語技術教育学会理事。 モラロジー研究所教育者講師、幼年国語教育会名誉会員、NHK ワクワク授業出演。1936年、千葉県君津市生まれ、千葉大学教育学部卒業。公立小学校教諭、千葉大学附属小学校教諭を経て、公立小学校教頭、校長を務める。退職後、北海道教育大学教授等を歴任し、現在、 植草学園大学発達教育学部名誉教授。研究分野は、国語教育、家庭教育、道徳教育、幼児教育。日本教育技術学会理事、名誉会長、日本言語技術教育学会理事、副会長、鍛える、国語教室研究会、授業道場野口塾、実感道徳研究会各主催。著書に、野口流授業の作法。 野口流教室で教える、小学生の作法、野口義弘第一著作集、全20巻、同、第二著作集、全15巻、子供は授業で鍛える、鍛える、国語教室シリーズ、小学生までに身につける、子供の作法他多数。幼少期からの詳しい老いたちは、松沢昌人氏の編著、教師の覚悟授業名人、野口義弘商伝にまとめられている。 ありがとうございます。